向かいました。それでは中山金杯お伝えしましょう。台が競り上がります。実況担当日本放送荒井川雄二アナウンサーです。曇り空の中山競馬場に今年最初の重賞のファンファーレが響きました。中山競馬場 JRA プレミアムレース第11競争はグレード3第60回中山金杯です。4歳以上オープンのハンデ戦、秒の芝コース内回りを使います。 2000m に出走馬16頭。1番人気は2枠4番のコスモファントムが押されています。4コーナーを過ぎてメインスタンド前直線の入り口、続々とゲートに収まります。順調な枠入りでこれから最後に16番のミステリアスライトが引かれます。鞍上は海老名正義。ゆっくりとそのミステリアスライトが引かれます。収まりました。係員が離れます。体制完了。中山金杯さあスタート。まずメインスタンド前先行争い、坂を登る形になります。内枠からまずは足毛の馬体競泳ストームも出てまいりましたが、それをかわして人気の4番コスモファントも出てまいります。外からはさあ花を主張したい10番のモエネビクトリーと的場隼人、今年年男的場、さあモエネビクトリーが千葉市のリードを取りました。2番手追走13番の敬愛道祖神、3番手外を追走14番の池ドラゴン、内を通って4番手に1番人気4番のコスモファントムがつけまして、1コーナー右手にカーブを取ります。先頭やはり大方の予想通り逃げました。10番のモエネビクトリーです。1馬身のリード。2番手外から追走13番の敬愛道祖神、3番手内を通って4番のコスモファントム、4番手で外を追走14番の池ドラゴンです。その後1馬身差外を追走11番のロードキャニオンがいて、野党番のダイワジャンヌ、その後方に内を通って3番の足毛の馬体競泳ストーム、外を追走体半分差12番の成田クリスタル、向こう上面に入りました。その後1馬身差6番のアクシオン、去年の覇者、さらにはその外を通って上がっていく16番のミステリアスライトと海老名正義、さらにその後方に1番のアブソリュートがつけています。向こう上面中ほどを通過しています。さらにその外に2番のマイネルスターリーがつけました。さらにその後方になりますが、外を追走5番のセイクリッドバレー三浦康生、そしてその後1馬身半離れまして7番のアルコセニョーラ、さらにその外を通って11番のロードキャニオン、そして現在最後方ポツンと1頭離れて9番のマッハベロシティ、3コーナーをカーブします。先頭からおしまいまでがだいたい12、3馬身から14馬身ぐらい、少し詰まった展開で600の標識を突きます。3、4コーナー中間、先頭1馬身のリード15番のモエレビクトリー、2番手追走13番の敬愛道祖神、3番手外からじわじわと接近14番の池ドラゴン、内でじっと足を止めているのは4番のさあコスモファントム、400の標識を通過、第4コーナーをカーブ、直線を抜きます。前は3頭並んだ。さあモエレビクトリーが逃げる、外から敬愛道祖神、内から懸命に狙うコスモファントム、さらに外から襲いかかるのはさあどうか、14番の池ドラゴンをかわし込んだ10番の成田クリスタル、6番で200の標識を切りました。坂を駆け上がる、先頭までモエレビクトリー逃げている、内からスルスル競泳ストーム来ている、さらにはその間を通ってコスモファントム、コスモファントム、コスモファントムが前に出た、1着でゴールイン、2着にさあどうか、モエレビクトリーか、いやその外を通って12番の成田クリスタル、3番の競泳ストーム、内を通っては競泳ストーム、勝ったのは4番のコスモファントム、人気に応えました松岡雅美。グレード3中日新聞杯2着で関西馬明けの4歳コスモファントム、人気に応えて最後は仕事を並ぶ形、真ん中から突き抜けました。2、3着争い、モエレビクトリーの内から3番の競泳ストーム、外からは成田クリスタル、さらにその後やや遅れて13番の敬愛道祖神、ゴール盤前が大接戦になりましたが、抜けたのは4番のコスモファントムです。今ターフビジョンストップモーションがかかります。4番のコスモファントム先着、2着争いが競泳ストームか成田クリスタルか、ここは内外分かれて大接戦、その間に3、4着争いは10番のモエレビクトリーと13番の敬愛道祖神、わずかにどうでしょう、うちの15番モエレビクトリーが体勢有利でしょうか。走破タイムが1分59秒8、上がりの4波論ゴールまでの 800m は46秒7、3波論ゴールまでの 600m は34秒6です。今年最初の運試しはどうだったでしょうか。2枠4番のコスモファントムが制しました。このまま確定したとして単勝4番コスモファントムですと1番人気、単勝は 2.8 倍、馬連4番12番、2着が成田クリスタルの場合ですと 14.7 倍検討、
2着が3番共栄ストームの場合は3番4番で 33.6 倍検討、3連複3番4番12番、しかしこれ3、4着も10番のモエレビクトリーも絡んでおりまして、今ターフビジョンストップモーションかかりましたが、点滅を始めているのは4番のコスモファントム1着だけ、2着3着4着5着すべて写真判定になっています。対象はどうやら2着3着が3番の共栄ストームと12番の成田クリスタル、そして4着争い、いや3、4着争いが13番の敬愛同祖人、そして15番のモエレビクトリーで3、4着争いということになります。お送りしました中山競馬第11競走 JRA プレミアムレース、今年最初の運試しグレード3第60回中山金杯、勝ちましたのは人気に応えた2枠4番のコスモファントムでした。掲示板には1着のところだけ4番の数字が点滅しております。コスモファントム直線インコース4番手ぐらいで外に持ち出そうかどうしようか迷っていた松岡騎手ですが、しっかり空いたところを逃しませんでしっかり抜け出しました。2、3着、4着、5着争い毎年そうなんですが大接戦です。ただ2、3着はおそらく3番の共栄ストームもしくは12番の成田クリスタルのどちらかと思われます。3連複3番4番12番の場合のみお伝えしましょう。手元の計算 107.7 倍です。レースを振り返っていただきましょう。これ1コスモファントムの野城さん。そうですね、まあ、予想通りあの15番のモエレビクトリーが逃げたんですけどね、はい、まあ、それの恋のね3番手4番手のところでねじっとして何もしませんでしたからね。本当でしたね、はいはい、ただ直線ね坂下でね馬がねあの内に持たれちゃってね、そこで思いっきりこう外に持ち出してその隙間をねこうぐっと来たんですけどね、まあちょっと危ない勝ち方でしたけどね、うん、でもまあこの馬のこうなんていうんですかあの持ち味というんですかね、はい、先行して1回だけ足を使えるというのをうまく引き出しましたよね。そうでしたね。そして、まあ、モエルビクトリーが逃げるペースは藤巻さん、やはりちょっとここはスローというところが各馬あったんでしょうかね。そうですね、あの向こう正面あの入る手前からもペースを落としまして、ですからコスモファントム逆にこう少しこうもっと速くなってほしいなという感じで通走してたんですけれども、はい、その後ろに共栄ストームですね、それから成田クリスタルはもうすごく外目をいいリズムでこう競馬していましたのでね、はい、これはもう十分に力を出し切れたと思いますね。2、3着争いですが野代さんどちらに見えますか。3番共栄ストームか13番成田クリスタルか。僕は個人的には12番のがいいんですけども、なんかうちのね個人的には3番の共栄ストームがね、はい、なんかゴール前ちょっとだけ出たような感じがしてるんですけどね、はい、それにしても藤巻さんこの共栄ストームというのは中山だけは本当によく走りますね。そうなんですよね、あの距離の 2000m というのがですね、はい、あのちょっとあの気になるということでちょっと評価は低かったんですけれども、さ写真判定は3番の共栄ストーム2着でした。3着12番の成田クリスタルと上がっています。やはりあのインコースにこれも徹したですね、はい、石橋騎手これも好騎乗だったと思いますよね。まあ、本当にこちらも距離ロスなくずっと内で我慢して最後インコースを決め打ちで伸びてきた共栄ストームが2着に上がっております。4着は15番のモエレビクトリー、5着13番の敬愛同祖人と点滅をしている。1分59秒8という掲示板。先ほど実は私の横には臼井治さんがいらっしゃったんですけれども、40年以上競馬を記者をやられている臼井さんですらもう飛び上がってガッツポーズの中山金杯であったこともお伝えしておきますが、さあ隣には掛穴忠史アナウンサーです。掛穴さん、はいはい、馬券の方はどうでしょう。馬券ですか、うん、そんなことは聞かないでくださいよ大変失礼をいたしました。でもビクトワルピさんにね、2歳の頃2着してた個数もですから、ね、そうなんですよ。これ順当勝ちじゃないですか。ラジオ日経杯の時にね、はい、やっぱりあのラジオ日経杯のもう1年以上前ですね。なんか重賞勝つのが遅すぎたぐらいで、ああそういう風な見方もできますよね、はい、今年もやっぱりこの世代ですかね。やっぱりそうでしょう。4歳馬強いですね、はい、ビクトワーレクサローズキングダム、さらにはこのコスモファントム、ね、などなどペルーサもいますし、本当に4歳馬層が厚いなという野城さん。そうですね、本当に小馬に混じってもね、はい、あっさり勝っちゃうんですよね。そうなんですね。ということはやっぱり本当にその世代のレベル、はい、今の4歳の、ね、世代のレベルが高いということですよね。馬券の方もこれを参考にできそうですが、確定しました。中山金杯1着4番のコスモファントム、2着3番共栄ストーム、3着17番成田クリスタルで払い戻し金です。単勝4番280円、枠連224460円、馬単4番から3番5320円、
3連複3番4番12番1万トンで770円、3連単4番3番12番5万8100円、馬連は3番4番3360円、副賞4番140円、3番470円、12番320円、ワイド3番4番930円、4番12番650円、3番12番3180円。以上、中山11レース中山金牌の払い戻しでした。コスモファントム重賞制覇、今年の初笑いとなりました。鞍上は松岡正美騎手、おめでとうございます。さあ、中山が終われば次は京都が待っています。こちらは3時46分発走です。お知らせの後、展望なども伺ってまいります。お聞きの放送は AM1242 日本放送です。私、エイクラナナは緑が好き、無駄が嫌い、日本コア損保も緑が好き、無駄が嫌い、緑を守ったり CO2 を減らす取り組みをしています。エコラッサ、さすが私の保険、日本コア損保。リースリース、布団のリース、布団のことなら山下寝具。来客用から業務研修用まで関東一円18店舗、お電話一本サクオッケー、布団のことなら山下寝具、電話は0337941411。ふるさとは楽しい、ふるさとは美味しい、日本中の祭りと郷土の味が東京ドームに集結、ふるさと祭り東京、1月8日スタート。東京ドームのふるさと祭り東京、お問い合わせは0355009999、東京ドームシティワクワクダイヤルまで。日本放送新春スポーツスペシャル金牌実況中継、この時間はあなたを全力で支える日本興和損保がお送りしています。料理教室、車の免許、海外旅行、チャレンジしてみたいことがたくさんあるから、私の保険は日本興和損保。大きな安心感で後押ししてくれる頼もしい存在です。さすが私の保険、日本興和損保。グツ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 福泉で、グツ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 福泉で、グツ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 福泉で、グツ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 。みりん風調味料なら福泉。永遠に色あせることのない名作映画を彩った音楽をフルオーケストラで送る、バレンタインスペシャル我が心の映画音楽コンサート、2月12日土曜日、渋谷オーチャードホール。チケットは 03-3287-1120、 楽々チケットまで。ラジオリビングではただいま大人気タラマガニのしゃぶしゃぶを絶賛発売中。殻を剥く手間なくタラマガニの美味しさを堪能できます。1キロ18本から22本で6980円、タラマガニのしゃぶしゃぶ。お申し込みはインターネットで日本放送にアクセスしてください。新春スポーツスペシャル中山競馬場 G3 中山金牌。